先ほど紹介がありました石垣市防災危機管理室の大畑です。よろしくお願いします。今日はですね、6日から15日の間行われています春の全国交通安全運動の行事の一環として皆さんにお集まりいただきます、その重点項目の中に、高齢者の交通事故の防止というのがありますので、その中でですね、そういうことを一つして、皆さんにお越しいただきました。で、最近ですね、先月道路交通法が改正されました。その、皆さん新聞等で読んだ方もいらっしゃって、その辺にですね、先ほども玄関がありましたけど、最初に誤解をなさっている方がいまして、私たちが募集をかけた時にはですね、一部の高齢者の方からこの講習見て運転が下手くそって言われたら免許取り上げられるようにビラに無料になったらいけないというような感じでですね、なった方が何度も見るということを聞きました。そういうことは絶対ありません。反対にこの講習はですね、全く真逆です。逆のことで、皆さんに先ほどもあったようにどういう状況で交通事故が起きるのか、どういう高齢者の方がね、どういう関係で事故に巻き込まれるのかとかですね、そういうことと、あと実際に今日は実技もやってくださるということですので、実際に運転の練習をしてね、少しでも技能を維持してもらって、少しでも長く乗っていただこうという方向の講習ですので、皆さんから研究を取り上げるための講習ではありませんので、このあたりはですね、今日こちらの講師の皆さんから、皆さんから指導を受けてですね、技能を維持して、しっかり運転できるよっていうのを見せつけてですね、一日でも長く、私ね、いろいろ知ってますよ。80行ってもですね、中には90行ってもしっかり運転してる人何名も知ってます。だから、ただ、